おはようございます。2017年8月の17日の朝5時45分です。よろしくお願いします。ダメですね。完全に頭が冴えて寝れないので頑張ります。もう配信しかやることないんだよ。悲しい。おはようネズミさん。おはようございます。配信しか悲しいことにやることがないんだよな。悲しいよな。企画煮詰めるわ。どうしていくか。参っちゃうよね、寝れないとね。寝れない夜はありますか、皆さん。寝れない夜は。僕は寝つきが悪いですよ。おはようかか。おはよう、こけしさん。おはよう。はい、こけしさん、なんで名前コロコロ変わるの？ それ前から謎だったんだけどさ、こけしさん名前結構ちょいちょい変わるよね。なんでなんだろう。サバカなんだ、団子って名前の方。こっちがほんわかなんだ。そっかそっか。こけしさんの名前、いい名前だと思うけどな。おはようございます。頑張ります。めぐる警部、いつもありがとうございます。お疲れ様です。
おはようガルダさん。熟女は誰かのお風呂なんでしょうか。ある方のお風呂という言葉に傷ついてしまって。いや、お風呂っていうか、なんつうんだろう。俺はなんか処女とかあんま興味なくて、日本人って処女好きじゃん。俺は全然ね、その人と別に愛し合って、年月があってさ、別に、だってガルダさん童貞嫌でしょ。そんなこと言ったらね、童貞だってお風呂だしさ。だからなんか、そういう言葉は使わないかな。なんつうんだろう。それって失礼っていうか、言い方だと思ってるんだけど、お風呂、熟女は誰かのお風呂、まあ、そう思っててもそういう表現はしないっていうか、それって誰かが傷つくじゃん。普通に考えて。なんでお風呂なんだよっていうか。俺はそういう言い方はしないかな。別に、その女性が誰かのことを好きで、セックスをしたとするじゃない？別に、それも含めて好きになるんだから、それでいいんじゃないかなと思うけど。申し訳ありませんさん、おはようございます。そういうもんじゃないの？俺は別に好きになった人が過去は見ないかな、あんまり。好きになったら、その人が経験したき全てがあるから、その傷ついたことも別れたことも結婚してたとしても子供がいたとしても、それを含めてその人が好きになったわけでしょ。だったら受け入れるのが普通の考えっていうか、そういうもんだと思ってるけど、なんかその女性を物的に考えたことはないかな。人間として考えるかな。人間として扱ってるのか、道具として扱ってるので、そういう言葉遣いとかに差が出てくるもんだと、俺は思う。誰が言ったのか分かんないけど。どうだろう。そんな感じかな、俺の意見としては。体は、ちょっと待って。体は魂の入れ物だとしか思ってないので。和道さんの言葉でいらっしゃいました。いや、体も大事なのは体も大事だと思うよ。やっぱりその肉体を美しくね、女の人だったらさ、例えばなんだけど、その彼女にさ、化粧してデートの時とか会いに来てくれると綺麗な格好してくれたらめちゃめちゃ嬉しいしさ、体と心は全く別だとは思ってないの。だけど、俺は別に、まあ例えばのんちゃんとか結構年だし、俺もね、結構年なわけだ。でも俺はのんちゃんがシワがあったとしても、シワも愛おしいと思うし、綺麗な、俺はのんちゃん綺麗な年の取り方してるなっていうふうに思うのね。例えばその自分が女性に生まれて、のんちゃんみたくその若々しい47歳でいられるかっつったら、とてもチャーミングだと思うから、だから別に、なんだろう、なんかのんちゃんの顔ディスる人いるんだけど、たまに。お前47になった時、のんちゃんより可愛くいられんのかなとか、そういうことは思ったりするけど。ねえ。だから、俺はあんまり気にしないよね。おはよう、みかんの山さん。おはよう。なんだろう、まあ価値観ってね、人によって違うから、なんとも言えないけど、どうなんだろうね。難しいよね。まあでも傷つかなくていいと思うよ。
人には人の価値観があるからさ。ソーシャルで顔を安易にさらさないことは覚悟がいる慎重さだと思ってきたため、これも何かプロ以外に絶対に、ソーシャルで顔を容易にさらさないことは覚悟がいる慎重さだと思ってきたため、何かなのプロ以外絶対ではない、何らかのプロ以外絶対ではないと思ってきました。これも SNS やるなと言われて傷つけば、ごめん、俺アスペだからこの文章めちゃめちゃ読みづらい ごめん、全然読みづらい。ソーシャルでは晒さないことは覚悟がいる慎重さだと思って、覚悟がいる慎重さだと思ってきたため、何かのプロ以外では絶対ないと思う。ごめん、もう全然わかんねえわ。シンプルに 書いてもらえるとうしい。ソーシャルで顔を容易に晒さないことは覚悟がいる慎重さだと思っていたため、何かのプロ以外では絶対ない、何かのプロでは以外では絶対ないがよくわかんないから、これも SNS やるなと言われて傷つく。ごめん、全然わかんないわ。もしよかったらガルダさん、凸かけてきていいよ。会話で、今作業枠だから、全然電話出れるから、普通に声かけてくれば、電話かけてくれば。トツはね、俺のプロフィールページに LINE の URL が載ってるから、 LINE の URL クリックすると、俺に LINE かけてこれるよ。先にメッセージちょうだい、 LINE に。電話でしょ。俺に電話かけるのはふわっちのプロフィールページ見てみて、今 URL 貼ってあげるよ。ちょっと待って。 LINE やってるでしょ、ガルーダさん。ここどうぞ。あれ、これが僕の LINE です。これ LINE 登録できます。シャスさん、おはよう。そうだね、まあ独身の人だったらね、そういうことはないのかもしれないけど、まあいくつになってもやっぱり悩みは尽きないですよ、人生は。LINE してないのだと無理かな。まあ無料でダウンロードできるんで、もし LINE アカウント持ってたら、作って、凸用に作ってください。全然いつでも、凸、相談凸とか悩み凸とか何でも受け付けてるんで。おはよう、ユートビッチ。おはよう。仕事休んじゃった、サクッとら。体調悪いの。ある配信者様を応援したいと思いましたが、価値観が崩壊しそうになりました。 LINE はできない理由があり残念です。あ、そっか。まあまあしょうがないよね。まあまあでも面白い人見るのがいいんだよ、一番気の合う人。配信者なんて腐るほどいるからさ、あんまり配信者に盲信的にならないで、あ、ここ居心地いいなとか、ここ楽しいなっていうところに居つくのが一番いいと思うよ。
たまに行きたくなくなる。あ、そうなんだ。まあまあ、もう休みの連絡しちゃったんでしょ。じゃあいいじゃん。ゆっくり休めば。そういう日もあるさ。写真で一言となんだっけ。LINE 登録し直したから追加？心の暴力受けないようにね。サクッとな、 LINE し直した、 LINE 登録し直したっつっても、俺誰か誰だか分かんないからね 俺にメッセージ送っといてよ、サクッとなだよって。俺分かんないよ、どれがサクッとなのアカウントか。なんて言ったっけな。そう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 。付き合う人は自分から選べるから。寝落ちしてたわーっつって 寝てた、ずっと。疲れてんじゃないの、なんかストレス溜まってんじゃない。DV ワールド、何がいいかな。滑らない話、カミングアウト、喧嘩トーク、トリビアな話、写真で一言。どんなのがあると盛り上がるかな？何系のジャンルがあるかな？怖い話。トリビアな話、写真で一言。なんかないかな？なんかいいアイディアある？その、トーク。トークで。
ちょっとエッチな話とかどう？ちょっとエッチな話？ちょっとエッチな話どうよ。これ良くない？これどう？歌うはないかな？トークバトルっていうのが。これ良くない？ちょっとエッチな話って。これいいかもしれない。配信者同士で。お題何がいいかな。暴露はね、カミングアウトっていうのに入ってるな。暴露はカミングアウト。カミングアウトっていう方に入ってる。リスナーが少なくてリスナー配慮が出ますが、多くなると横柄すぎる配信者から逃げ出せます。ちょっとも変わらない繰り返しにがっくりしました。なんとなく吐き出したくなって空気を乱す。全然いいよ。全然気にしないよ。エッチな話とカミングアウト、ダブりそう。そう？カミングアウトって、私実はゲイなんですとか、私実は、うんこ食べたことありますとか、そういう系だよ。私実は配信では言ってないんですけど、結婚してましたとかだよ。かぶるかな？かぶる？いや、そんな大層なもんじゃないですよ。やめてください。滑らない話、カミングアウト、喧嘩トーク、ちょっとエッチな話、トリビアな話、写真で一言。なんかないかな。ねえ、結婚してましたとか面白いよね。爆笑するよね。嘘っつってね。子供が3人いますとかさ。それ面白いでしょ。あ、子供の頃の話聞こうか。失敗した話とかもいいね。失敗した話聞きたいね。やっぱあれだな、写真で一言ないな、俺的には。1、2、3、4、5、6。はい、今クイーンは脱。配信前の話？人の過去って面白いよね、意外とね。
滑らない話、カミングアウト、喧嘩トーク。喧嘩トークは、喧嘩突になし。許せない話にしようかな。滑らない話、カミングアウト、許せない話、エッチな話、失敗した話、許せない。許せない話、2つあるか。許せない話。パルパル出ないって。パルパル連絡した。滑らない話。滑らない話。パルパル出ないって、残念だよね。パラパラ出てほしかったな。惜しいよね。出てほしかったんだけどな。残念です。面白いよね、絶対ね。あと、お題何があるかな？お題。なんかいいお題ねえかな？滑らない話、カミングアウト、許せない話、ちょっとエッチな話、失敗した話、トリビアな話。あとさ、人の話って聞いた。過去か。過去の話って何て言えばいいんだろう。どんな話、話のジャンルって何があるんだろう。滑らない話、カミングアウト、許せない話、ちょっとエッチな話、失敗した話、トリビアな話。何かあるかな。なんかいいアイディアある人いたらさ、コメントでアドバイスちょうだい。何があんだろう。なんかいいアイディアください。募集中でございます。考え中？配信者から聞きたい話ね。配信者から聞きたい話。どんな話を引き出すか。だから、その面白い、その配信者の面白さを引き出さないとね、やっぱりね。この人のこんな話聞きてえわーっていう。やばーっていうね。
あ、いいこと考えたんだけど、いいこと考えた。5連勝したらさ、しようかな。あと、大手チームの名前みたいな呼称を考えてんだけど、なんかいい名前ないかな？ほら、モンスターダンジョンってさ、モンスターダンジョンだっけ？モンスター、次のモンスターはこいつだってなるな。ああいう感じでさ、なんかこう、いい名前ねえかなと思って。次のモンスターこいつだみたいな感じでやるじゃん。雑談マスターとかにする？なんかかっこいい故障ない？みんな。名前、企画名と名前と、企画名と名前と、お題の、いろいろな考えていかないとな。あ、テルに連絡しよう。一人一人ってどういうこと？そのテレチャンピもしもし。おはよう。今大丈夫？ああ、大丈夫。イベントやるから出てよ。協力してよ。え？知ってるよ、見てるよ、見てるけど、ちょっと内容がさ、ちょっとさ、俺、トーク力ないでさ、ちょっと恥ずかしいなと思って。そうなんだよ。俺ね、青山誘いたいとは思ってるんで、誘ったら絶対協力はしてくれると思ったんだけど、協力はするよ、全然。そう、ポジションが難しいんだよ。そう。そそう。う、どで、のポジションこれ、いや、だから、もう審査員、審査員は無理でしょ。審査員はさ、無理でしょ。逆でしょ。だから、モンスターの方でしょ。でも、モンスターの方でもトーク、ね。やー、どうポチだ。無理無理無理 モンスターは無理無理無理。モンスターの方、だから、どういう形かで、青山には絶対出てもらいたいの。俺としては。なんで誘わないの？みたいになるじゃん、絶対。だから、遺恨は残したくないから出ては欲しいんだけど、審査員でもプレッシャーだぞ、一番。そうやんな。そう。いやー、じゃあ、厳しいな。俺と MC やる。俺と MC やる。MC？ 俺と二人で司会。いい 厳しい。俺と、しゃべらなかだから俺がフォローするっていうか頑張るから そうなんだよな。青山な。出てや。ポほ、ジションかな。俺、特殊やからさ。そうなんだよ。そう。だから何が一番いいのかっていうのが、もうあるし、どう誘っていいんだろうっていうのが、俺も見えねえのよ。俺もいつは絶対電話かかってくると思っとった。誘われると思っとった、じ俺。ゃあ、誘うのは誘うっていうか、もう鉄ドキ板でドキ出てなんもだ。らわないとと思ってるんだけど、今回の企画に関してはさ、なんつうんだろう、難しいんだよ、本当に。やな。だよね。遠くねえやった。トークメインでもうガッチガチ。企画の内容変わったの知ってる？知らん。俺見とったのは、なんか、すべらない話とか、なんかそういう、あ、なんか、あの見た。一回説明してもいい？いいよ、して。要は大手さん5人がいて、まあモンスターみたいな、ラップバトルのモンスターってあるじゃん。次のモンスターこいつだってジブラが言うやつ知ってる？ああ、知っとる。あんな感じで5人の大手チームがいるのよ。で、新人15組出るんだけど、そう、1人で出てもいいし、3人までチームを組んで出てもいいって感じなの。で、今お題を考えて、滑らない話、カミングアウト、許せない話、ちょっとエッチな話、失敗した話、トリビアな話とか用意しておくのよ、こっち側で。で、指名すんじゃん。あ、トリビアな話いきます。で、アメリカ人です、みたいな。で、そしたら音楽がバーって流れてきて、いきなりそのモンスターが登場するわけよ。大手が一人。で、こいつかーみたいな。
それで行き場が滑らないし、話、カーンってなったら、アメリカ人が、その、なんかこのトリビアの話とかをやって、で、その後、大手さんがやると。で、じゃあ、審査お願いしますって言って、3人が審査をパッてやるんだよ。で、勝ち上がっていって、5連勝したら、今考えたのが、5連勝したら、そのモンスター側を指名して引きずり下ろせるみたいな面白いなと思って。うん。で、MC か、モンスターか、MC モンスター、あとなんだ、MC モンスター、審査員なんだよ。MC モンスター審査員。ほう。そう。ちょっと待って、どうしよだから、そう。投資する係でいいや、もえ、なに、そう、掃除 いや、と。どうなん、で、俺は青山には絶対出てほしいのよ。うん。そう。そう。だけど、どうなんだろうっていう。ことで緊張するわ、俺これ。だよね。でも絶対これ面白いと思うの。なんか荒野とかはベロンベロンになってさ、滑っても絶対面白いじゃん、傍から見てても。もう。いや、俺としてはだから、モンスター役かっていうのはあるんだけど。モンスターか。うん。だから、その、モンスターの方は出番少ないのよ。5人いる中でさ、やるから。ね。でも、負けたらさ、俺、その新人にギャラ払わないといけないから、勝ってもらわないとも困るし。そうやんな。うん。モンスター側で、出ない。モンスター側出てんの？チャレンジャーじゃなくてモンスター。チャレンジャーはリスクないじゃん、ぶっちゃけ。チャレンジャーの方はさ、だって、その、チャレンジャーにはギャラ払わないのよ。で、だし、出番少ないじゃん、正直。だから、その、なんつうの、新人、倍迷惑みたいな感じで、もっと若手の子にチャンスあげたいの、チャレンジャーは。なんつうの、お前はそっち側じゃないだろ。知名度あるだろ。だからプレッシャーかかるけど、モンスターで待ち受けてやろうよ。ちなみにチャレンジャーは誰がおる？チャレンジャーは荒野、アメリカ人、バブー達彦、で、海宝が今決まってる、4人。まあ、解放は負けるやろ、絶対俺。いや、海宝に喋り負けたらもう絶望的だろ。でも当たったら絶望やんか。辰彦ぐらいやったらいけるやろ。辰彦には勝てる、トークで。辰彦には勝てる、多分。勝てる？じゃあ、辰彦のさ、出番の時かぶせようぜ。裏でさ、あ、出ろっつって。そう。っていう感じで、どうなのかなと思ってたんだけど、じもゃあ、OK。じゃあ、モンスターで出るわ。う、OK！ ありがとう。じゃあ、OK。モンスターで、ちょっとお題だけちょっとさ、もう。送っといてくれやん。何があるかって。今ね、決めてる最中で、その、大体なんだけど、お題もちろん、その、もう3ヶ月先とかだから、全然ネタ帳作ってもらっていいんだけど、今考えてんのは、滑らない話。配信で話してないような暴露みたいなことをするカミングアウト。例えば、カミングアウト、それでは青山さん、どうぞって言った瞬間に、行くことめっちゃあるんだけど、大丈夫俺。そう、実は子供いますとかさ、面白いじゃん、ドカンじゃん。なんか、実はゲイなんですとかさ、その一言でバンって言ってもいいし、そういう、なんかその、カミングアウト、あと許せない話、もう完全に怒りの話、なんかこの前店員がっていうのとか、あとエッチな話、失敗した話、トリビアな話とか、なんか10個ぐらいテロップ用意しようと思ってて。でも、モンスターの方って、お題を決める権利がないのよ。チャレンジャーの方がテロップ決めるから、そうなんだよ。モン急ス、に、急に来るんや、そのお題は、そう。パッと。で、お題はパッと来るっていうか、チャレンジャーが壇上に上がって、まず出場する3人の中から自分たちのチーム相談して、例えば、辰彦が出ますってなるじゃん。アメリカ人、荒野、辰彦チームだったら、辰彦出ますって言って、じゃあ、辰彦さん、テロップの方選んでください。許せない話でお願いしますって言ったら、その音楽が流れてる間に5人で誰出る誰出るって掛け合いでやって、出るわ、出る。なんごめん。で？どうした？どうした？
裏でも決めれるんやな、もそういうう、こと、5人そういうでこそと。誰が一番得意かっていうのを打ち合わせておいて、そのモンスター側。で、得意なやつをバンバンぶつける。そう。そう。だから、極端な話、俺もう出ねえわ、出ねえわ、っつって、会場から、青山出てこーいっていう、こう、ヤジが飛んだりしても面白いじゃん。だから、例えばさ、カミングアウトの話とか得意だったらさ、青山のお客さん来てさ、カミングアウトって誰かが指名した瞬間、青山、青山とか、さ、それはやばいな。そうそうそう、そういうノリでやりたいのよ、俺としては。なるほどね。モンスうん。ターはもう引っ張ってる誰か。モンスターはね、まだ決まってないんだけど、リナネコにお願いしようかなと思ってて。面白いじゃん。リナネコ絶対喋れんじゃん、そういうの。うん。あとね、でもね、なんか噂によると、ユイガさんがチャレンジャー側で出たいっていう話もあるんマジ逆だろっていうさ。モンスターやろ。絶対モンスターなのに、チャレンジャー側で、5万円をかっさらいに行こうかなっていう。なるほどね。うん、5万円。そんな感じ。あとね、モンスターは新野鳥も確定してる。ああ、なるほどね。うん。OK。うん。じゃあ、モンスター側でお願いしてもいい？はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、なんか、詳細とかさ、もうちょい煮詰まって決まったら、送るからさ。ごめんね。なんか、旅して忙しい時に。了うん。解です。放送中にすいませんでした。リスナーさんにはもい、よろどうしくおぞ。伝えください。はい、楽しみにします。うん、ありがとう。お疲はい。れー。青山決定でーす。うわー、ごめんごめんごめん、うっせ。わー。よし。青山決定でーす。寝てなかったっつうか、もう寝れなくてさ、かーくん。テル決定決まりました。よろしくお願いします。かーくんも寝てないの？大丈夫？ガルーダさん、風船100個ありがとう。ガルーダさん、花火ありがとう。ありがとうございます。花火ありがとう。うん、俺もね、いろいろ嫌なことあるけど、一緒に頑張ろうね。ガルーダさん、俺も辛いこといっぱいあるけど、一緒に頑張ろう。前向きに生きようぜ。頑張ってればいい人に巡り会えるよ。おい、もかもかさん、いらっしゃい。バーガーありがとう。書類の整理で。いや、かっこいいっすよ、かくん。仕事をする男はかっこいいっすよ。何がいいのかな。まあ、僕も仕事みたいな、企画書みたいなもんなんで 一緒に頑張りましょう、これ 一緒に頑張りましょうっつうか、耳の肥やしにしてください、かくん。僕も頑張ります、企画。カー君がね、これは盛り上がったわーっつって、協賛出した甲斐があったわーっていう企画作るからさ、一緒に頑張りましょう。あ、もこもこさんありがとう。バカありがとう。そうだね、出演者次第だけど、まあ、なんか面白くなりそうになってきたから、全然楽しくなってきたね。許せない話になってる？許せない話。あ、ありがとう。ありがとう。許せない話になってる。許せない話ね。許せない話。あとなんかないかな。今日昼前から堀市なんで遅刻できないから寝れない。あ、きついっすね。あ、新しいの入れんの？入れ直すの？
ありがとう、なすびさん、おはようございます。花火ありがとう、クール花火、イエイエイ、花火ありがとう、花火ありがとう。時間はね、足りる、時間足りる、うん、時間足ります。なんでかっていうと、一言ネタを結構多めにしてるんですよ。話って言ってもフリートークで3分話すって難しいんですよ。だから例えばさっきのカミングアウトとかだったら、あの一言で済むようにしてるし、一言ネタも結構入れてあるんで、1分で終わるように、だからその1分1分で終わって、ジャッジメント決めて3分で5戦やったとしても15分なんですよ。で5回勝ち上がれるやつって多分いないんですよ、3時間の中で。で多分1回か2回で終わると思ってて、で伸びたとしてもって考えると、平均10分取るんですね、1枠。そうすると150分なんですよ、2時間ちょいじゃないですか。まあ審査員とかも込みで大体15組ぐらいだなっていう予想ですね、僕。あ、直しなんですね、了解です、うん、俺はそんな感じで目算してますね。あ、まあ荒れる時は荒れるけどね、ガルーダさん全然ね、楽しいよ、うちのリスナーさん優しい人が多いから。高野と青山の因縁対決とか面白いじゃんね。はい、アンズさん、ワード2、おはよう、楽しんでて、今日もよろしくね。まだ寝れてないんだけどさ、何がいいかな。滑らない話、カミングアウト、許せない話、ちょっとエッチな話、失敗した話、トリビアな話、何があるかなと。何があるかな。え、マスク取って逃走？え、今？まあそれは青山勝つだろうね、あの荒野と青山だったら。荒野と青山だったら俺は青山勝つと思ってる、相性が青山に。だから対戦カードもそこ見どころかなと思ってて、青山和芸ですからね、結局笑い取るように持ってくっていうか、笑い取る会場の雰囲気作りっすよね。だからそこは見せどころっていうか、うん、あ、そうだよね、全然。ケイチェルさん、おはようございます、おはようございます。何がいいかな、滑らない話、カミングアウト、許せない話、許せない、ちょっとエッチな話、失敗した話、トリビアな話、何が聞きたい、みんなは。お題、ちょっとエッチな話は結構いいなと思ったよ、うん、どんな話が受けんのかな。あ、アンチはね、根強いクソみたいなのいっぱいいるけど、そんなほっといていいんやね。これでポンスケとか来たらチャレンジャーかわいそうだよね。やっちょ、青山ポンスケなんて。でも面白くなりそうじゃない？だからこそ、だってさ、チャレンジャーはさ、大手に売名できてさ、直接対決ができて、しかもさ、5万円までもらえんだよ、全員倒したら。で、その、マスターの方になれるわけじゃん。うん。
ねえ、全然いいでしょ。荒野とか本番強いからどうなるんだろうとかさ、失敗した話とか、まあ倒せないのがミソっすよ。僕もギャラかさむんで 倒されるとギャラかさんでいくんで、ねえ、チャレンジャー俺ね、この中でバブー達彦と荒野は結構強いと思ってる。で、アメリカ人は本気のチーム連れてくって、中西マンとか来るって言ってた 中西マンとか連れてくって言ってたから面白いなと思って。荒野微妙、荒野はね、ベロンベロンに酔っ払わせるってリスナーさんが言ってたよ 荒野は酒飲ませれば面白いんでって。切ない話、切ない話も入れるか。中西マンって元芸人なんですよ。元芸人の配信者で喋りくっそうまいやついるんですよ。ノリもよくて、でなかなかのおっさんなんですけど、腕あるんですけど、まだ配信で芽が出てない感じの人なんですね、元芸人で。だから、中西マンは、本域の芸人トーク、ぶっこんでくるって。協賛飲み放題でいい。もちろん。ていうか、大していかないっすよ、協賛。だって、飲み放題っつっても、ワンドリンク500円とかだよ、カー君。だからもう、金かかるから、協賛って感じで出してもらえると嬉しいです。普通にチケットとか。ちょっとわかんない、まだ値段のことは。ブッキング次第だから。もう、俺楽しむことに決めたから。なんかメンツを豪華にしようっていうよりも、なんか参加ノリノリの人と仲良くやりたいっていうのがあるから。そこでやる。切ない話題？あ、そうなんだ。切ない話題今入れた。偶然偶然。矢野ラッキーさん偶然。今切ない話入れたよ。ねえ、中西マン面白いよね。アキラッパとかユウくんとか来ないかな？あ、アキラッパ。アキラッパさ、トツ出てくれるかな？ちょっとアキラッパにコンタクト取ってみよう。ちょっと待って。アキラッパに聞いてみるわ。
アキラッパ決定。アキラッパ決定です。アキラッパが決定です。チャレンジャーでアキラッパ出演決定です。おめでたい、アキラッパありがとう。アキラッパ、アキラッパありがとう。いいね、アキラッパトークできるからいいね。チャレンジャー、アキラッパ決定です。アキラッパどんどん決まっていくよ。ふわっち多いな。おはよう、翔平さん。おはようございます。アキラッパ決定です。おお、カズ軍曹いらっしゃい。お疲れっす。あと誰いるかな。おい、おうかちゃん、ハートありがとう。ワード2。いいね、アキラッパ。あき、パと。アキラッパいいね。深夜っちょ、テレタン、シャンピン、MC、もう一人決めねえとな。中西マンはね、多分ね、来る。中西マンは、なんかね、あれだって 本気で、倒しに行くって言ってて、アメリカ人が。多分、アメリカ人チームに入ると思う。昨日は完全な敗北だったね、セフィーね。実は配信者格付けでも楽しいかなと思ってました。あー、なるほどね。ミュウツー、全然、チャレンジャー出るんだったら、チャレンジャー出るんだったら、ミュウツー、全然 OK だよ。1、2、3、4、5。5人か、今。1、2、3、4、5。キラッパ、コール、1、2、3、4、5。ミュウツー、面白いよね。ミュウツー出るかな。ミュウツー出たら面白いよね、絶対ね。スンズクっつってね。スンズクっつって絶対面白いよね。女性はリナネコに今声かけてる。リナネコは俺は、大手枠の方で出てもらおうかなと思って。ツバニャン来たらめちゃめちゃ盛り上がるよね。ツバニャン来ねえかな。もんちゃんにね、MC お願いしたかったんだけど。そうだ。そうだ。誘いたい人一人いたわ。カッシーニ呼ばない？カッシーニ。カッシーニ呼ばない？どう？カッシーニどう？出ねえかな。おはよう。カシに今つながんねえか。あ、夜型だもんな、カシに。おはよう。アキラッパオフ会だったけど、めちゃめちゃいい人だったし、面白いからよかった。アキラッパめちゃめちゃ気遣いいだしね。俺も合ってるよ。クモンリュウとあれした時。ミュウツー28なんだ。カシにありだよね。朝早すぎるか。ツバニャン連絡先は分かんねえんだよな。深夜っちょ、テル。あと、あれなんだよな。ポンスケの連絡先は分かんねえんだよな。ポンスケ。ポンスケどうなんだろう。一か八か。ツバニャン全然あの人いい人だから、ギャラの折り合いさえついたらね、全然出てくれそうな感じするけどね。アイコさんは出ないって。タマさんも出ないでしょ。トーク系の人じゃないでしょ。ポンスケ最重要っすよね。最強モンスターっすよね。ポンスケ、あ、あれか、深夜中に紹介してもらおうか。ポンさん、キャス配信してる？嘘。今やってる？
ポンスケどうなんだろう。ちょっと待って、今見てみるわ、ポンスケ。あ、っていうか、ヤミーだね、ヤミー。ヤミーに電話するわ。ヤミー、今どんな感じだろう。まずヤミーだわ。俺はヤミー必要だと思ってんの。ヤミーに電話するわ。ちょっと待って、まずヤミー。ヤミー出ないかな。いや、ヤミーいたら面白いでしょ。ヤミー出ないか。ヤミー出ないか。ポンスケどこいる？ポンスケ。やっと配信できるって。ちょっと待ってね。あー、でもなんか外配信じゃね、これ。外配信じゃね。いや、なんか、その、あんまり強すぎるだけのメンツじゃなくて、変化球が欲しいなと思って。なんか、タイプを強すぎるのにすると、なんかこう、なんか圧勝で場が白けるのもあれだから、逆に、おー、なすび猫さん、花火ありがとうございます。花火ありがとう。井の板に見直り、もう開き直りましたね。もっと最高に楽しんでやろうと思ってます。頑張りますよ。もう最高に楽しもうと思ってます。花火ありがとう。ヒカルくん寝てるんだよね、今。ヒカルくんが寝てるんだよね。もう俺はヤミー、ナーボーだったら審査員の方で解説、今の面白かったよみたいな感じでやってもらう方がいいと思ってて。どれかオワコンって言ったら頑張れ。いいんじゃん、ほっといていいよ。あんなゴミ。長い先生とか無理っしょ。現実的に行こう、現実的に。俺もう楽しむことしか考えてないから。楽しもうと思ってる。とことん。あと誰がいるかな。あ、朝比奈エミリー誘おうかな。チャレンジャーで。朝比奈エミリー。心ちゃんにも出てもらいたいんだよな。心ちゃん出てもらえないかな、どうなんだろう。ねえ、モンスターにね、ドレさんせっかく誘いたいなと思ってたのにね、残念だよね。ドレさんがモンスターで出たらめちゃめちゃ盛り上がるのにね、解説委員でもいいし。生理的無理だよね、もう。ありがとう、花火ありがとう、なすみ猫さん花火ありがとう、頑張ります。いや、もう俺はワクワクさを大事にしようと思って、もうワクワクするっていう、サメちゃんとセクシー、サメちゃんには声、サメ島さんには声かけてないけど、しんごさんは多分もう連絡つかないから無理だと思う。ナーボー審査員とか、昨日ねえ、ナーボーは審査員だよね、プレイヤーじゃなくて、なんかこうチャレンジャーにアドバイスして、今の良かったよとか、もうちょいこういう風にしたらいいんじゃんとか、そういうのが似合う。ロビーおはよう、夜中心配しました、企画の話。いや、全然もうバッチリ進んでるよ。すげえいい感じだよ、任せて。遊びに関してはプロだから。もうね、開き直って仕事っぽくやるのやめた。もうとことん好きなメンバーで勝手にやる。もう集客のこととかよりも結局楽しかったら勝ちだから、もう楽しんで楽しんで、ね、リスナーさんも楽しめる人とか、あ、ママさんありがとう、ハートありがとう。そうそうそう、うちはノリなんだから、どうせ配信なんかさ、もうとことん楽しんだもん勝ちでいこうかなと思ってて。なんか、右側に流れてる、こっち側に流れてるのが、今考えないといけない課題なんですよ。大手モンスターのチーム名と企画名と、あと、尺の計算は俺がやるんだけど、なんかお題とかいいのあったらください。ミリチンバーガーありがとう。ねえ、楽しくやろう。どうせね、お金払うの俺なんだからさ、リスク背負うの俺なんだからさ、楽しんだもん勝ちでしょ。ヒカルくんがモンスター出てくれたら超面白いんだけどな。新やつとテレチャンピン、ヒカルくん、ポンスケ、ヤミーとかね、クソ熱いよね。熱くね？ねえ、頑張ろう頑張ろう。
みんな来てね、ぜひ、会場。みんなでさ、飲みながらさ、ヤジとか飛ばしてよ。寒いぞーとか、いいぞーとかさ、そういうなんかノリで行こうよ。うん。みんなで作ろう、企画。ねえねえ。お酒飲める場所なんだからさ、もう全員で楽しむ企画オフ会みたいな感じでさ、内容だよね。うん。おい、ハート10個ありがとう、ロビちゃん。絶対来てね、ロビちゃん。ね、北海道からわざわざ行くっていう人もいるしさ、遠くから結構来てくる、北海道からも来るって言ってる人いたよ。ね、生まれて初めての企画だからさ、とことん楽しいメンバーで。え、ジェダイ誘う？ジェダイ誘ってみる？どう？ジェダイ誘ってみない？ジェダイどうかな？面白い、変化球で面白くなりそうじゃない？ジェダイ、あの金梅さんのドアねえ、ジェダイ行こうよ、ジェダイ。ちょ、ジェダイにブッキングします。ちょっと待ってね。今ね、ジェダイにブッキングしてる。水で断られた。
大手深夜っちょね。いけそうだな。ジェダイさんの乗り気だな。これは面白くなった。これはいけるか。あ、もしもし、ジェダイさん、はじめまして。まあ、ちょっとは始めまして。まあ、お互い、顔は知ってる仲なんですけど、なんか、初めてお話しするので。どうもどうも。実はですね、新宿のロフトプラスワンというところで、トークイベントをやろうと思っているんですよ。それは何？和道さん主催でってこと？あ、そうですよ。僕主催で、あ、和道でいいですよ、全然。ジェダイさん年上なんで、和道で全然構わないです。で、まあ、それそれ。夕方から、11月の土曜日にやろうと思ってて、11月？はい、結構先なんですけ随ど。分先だね。はい。で、あのさ、はい。和道さんはどこに住んでんの？僕、新宿ですよ。今度さ、はい。和道さんの、はい。例えば朝9時とか10時とか、まあ午後でもいいんだけど、はなるべくだったら俺午前中が好きなんだけど、いはい。はい。はい。和道さんの枠に俺が遊びに行くっていうのできない。もう全然いいっすよ。ほんだらね、はい。普通に和道さんがここでいつもの、はい、あれを、トークを、配信をしているんだけど、はいはい。例えば、なんだろうな、リスナーと配信者ってどういう関係がいいのかね、だとか、乞食行為ってどう、ね、で、こうで言われるけど、い。どういうことは、なんか話題を決めてね、はい。そういう、こう、配信者だからこそよくわかるネああ、タで、本音トークみたいな。ああ、全然要全然。はね、はい。なんかね、それ見るとなんかトークバトルっぽいような気がするんだよ。その和道さんが企画してるのはね。あ、そうです、そうです。トークバトルっあてれっいてう。それだとね、なんかはい。沸かした方が勝ちみたいなノリがあるんだよ。そうっすね。なんか、ほんえ、で、俺言ったら喧嘩凸ばっかやってきたんで、あんまりね、もうお腹いっぱいな感じがするんだよね。あ、いや、それがですね、今、企画の趣旨が昨日から変わりまして、例えば、ジェダイさんが出るとしたら、ジェダイさん3人でチームを組めるんですよ。配信者でもリスナーでも大丈夫なんですけど。で、3人で壇上上がるじゃないですか。次のチーム、ジェダイチームです！みたいな感じで。で、まず、テロップが10個ぐらい用意されていて、で、そのテロップには、許せない話とか、怒った話とか、カミングアウトとか、いろんなジャンルの、例えば、切ない話とか書いてあるんですよ。で、ジェダイさんの3人の中から1人を選んで、その人が最も得意なトークジャンルを選ぶんです。例えば、ジェダイさんだったら、喧嘩突とか、許せない話とか。で、まあ、チームを組んで、指名したら、その後に音楽が流れて、5人の、そのモンスターっていう5人の、人がいるんですけど、その中から1人出てくる。深夜ショーとか。で、なんつうんですか、トークを、じゃあスタートですって言って、ジェダイさんの方から、いや、この前さ、みたいな、めちゃめちゃ許せなかったんだよ、みたいな、の1分そぐれらいでだす。となんていうのかな、はい。わかるわかる。はいなんとなくノリが分かって、はい。はい。
和道さんらしくていいなと思うの。言ったらさ、てめえこの野郎っていうノリではなくて、もっとこう、配信者さんのこぼれ話みたいな感じでね、これまであんまり言ってなかったこととかなんとかっていうのを交えながら、面白おかしくこう、リスナーさんに、そうです。こう、見てもらおうみたいなね。そうであ、いいんす。じゃない？すごい。その趣旨はいいんじゃないの？例えば、失恋した話とかを切ない話にぶっ込んだりとか、例えばいきなりイケメンキャラクターが出てきて、カミングアウトの話選択して、じゃあカミングアウトどうぞって言ったら、実は子供いるんですとか、一言ああ、なるほどとね。かでもいいし。あ、それいいじゃないですか。そのジャンルをやらせるのね。なので、ジェダイさんも、3人で、配信者仲間で、トークジャンルが違う人とかを集めていただいて、例えば、ああ、もう、このテロップだったらこいつだな、みたいなミーティングとかも全然できるみたいな。で、お題の方は先に3ヶ月前に提出していただく、提出しておくので、ジェダイさんの方に。もうネタ作っておいてもらって、全然いいみたいな。そんな感じで。ちょっと、すいませんけど、お返事は、ちょっと考えさせてもらえませんかね。ちょっと自分とこのリスナーと、俺あんまりね、そういうなんかイベントチックなの、あんまり好きじゃないんですよ。そうっすよね。フリーでやってる感じです要よはね。ピンで動いて、勝手に動いて、勝手に論破されて帰ってくるみたいなノリが大好きなんで。わかります、わかりまだす。から、ただ、和道さんに関しては、結構話せるところがあるんだなと思ってから、1対1で、こう、例えば、あさってねとか、1週間後ねとかっていうスケジュールが合えば、お話しさせていただいたら、いただきたいなとは思ってるんですけどね。全然、僕はいつでも大丈夫なんです。ただ、チャレンジャーの枠っていうのが、やっぱりブッキングの関係で枠数が15組しかないんですよ。で、今いろんな人にお声かけさせていただいて、僕としてはジェダイさんめっちゃ出ていただきたいなと思ってるんですけど、ちょっとお返事が遅れて。俺ね、ペラは回るけど、短期だからね、要は例えば15組やってて、ね、もたもたしてるやつがいると、お前もうやめるバカ野郎って前のやつが文句言っちゃうとか、そういうのやっちゃうんで、もう出番先の方にしますよ、それだったら。もう出番終わったらずっと、お酒が飲めるトークイベントの場所なんで、全然、なる会ほ場どでね。リスナーさんと酒飲んでて全然 OK な。そうかそうか、他のリスナーさんとの交流の場もありの、そうです、順そう番でが来す。たらそこに行きのみたいな。そうです。で、大体そそれいいね。うなんですよ。150人入って、テーブル席があって、飯とお酒飲みながら見れるっていう場所なんですよ。それはじゃあ行く。それなら行く。マジっすか？これなんかさ、ちゃんとなんか部屋だけあって、みんななんか椅子に座って順番待って、次の人とか言われて、お願いしますみたいな。全然違います。もう、オーディションみたいな雰囲気、あれしてたと思ったんですよ。全然違います。もう、本当にイベントいいじゃで、ないですか、いいじゃないですか。結構、150人お客さんが入るでかいそん箱ななんら、で。だってね、そこでさ、お金持ちの人見つけてさ、ねえねえ、ちょっと俺にも花火くれよって言ってもいいですよね。もちろんいいんですけど、トラブルは起こったら責任取れないですよ、そんなの。もちろん、ただ、イベント系に来るリスナーさんって、やっぱり支援とかしてる方とか、花火投げてる人、やっぱ多いんですよ。絶対そうですよね。だって、リアルで動いてまれって言ったらね。そうですよね。なので、多分そじゃあ、こぜひ、で。それは、参加させてください。ジェダイさん、ありがとうございます。結構よろしく先おの願いし話まですす。けど、大丈夫ですか？全然、全然。ちなみ、みんなと、はい。自分とこのリスナーと頑張って、いろいろこれ、あれするんで。ありがとうございます。ちなみになんですけれども、ジェダイさん、一人で出ることと三人で出ることが可能なんですね。で、チームで出るかピンで出るかってどういう感じでいきましょう？お友達の配信者の方とかと3人で壇いる上に。って言いますけど、友達の方が目立っちゃうと嫌なんで、目立ちたがり屋なんで、ピンでいきます？どちらかというとピンの方がいいんですけど、ただ、どうしても俺も出たいんだ、私も女の子もいるんでね、例えばあんこ姉ちゃん行きたいなとかって言ったら、じゃあ行こうぜみたいなノリがあるんで、ぜひぜなんとひ。も分かんないですけど、でですね、一ちょっと、応、なんで、ギャラの方は出ないんですけど、賞金が出まして、最高5連勝すると5万円、その場でお渡しすることができるんで勝ちす。負けみたいなのあるんですか？会場のリスナーさんの雰囲気で、ジャッジメント、審査員がいるんで、
そのあ、どっでちもなんも。かさ、旗かなんか持たしてさ、丸とバツで出させるとかあ、さ、そうです、そうでね。す。チャレンジャーの方か、モンスターの方かっていう、赤、青みたいな札で。そういう感じで、いいんじゃないですか。審査が入るんで。あ、あれですね。今、うちのリスナーさんが、あんこ姉さん見たいって来てますね。ジェダイさんと。はい。ぜひぜひ。あと、もし、はい。あんこ姉ちゃん知ってます？あ、僕は全然絡みないですね。あ、そうですか。はい。ぜひぜひ。まあ、誰かわかんないですけど、はい。ちょっとちょっと時間ください。1日2日はい。あ、もちろん、いもちただろん。いて、はい。ピンでやるか、はい。そのタッグでやるかね。了解です。じゃあ、ジェダイさんは確定でいいんですか？確定でお願いします。出番何番目とか早い方がいいとかってありますか？い遅や、い。いいですよ、別に。はい。酔っ払ってた方が、はい。なんか調子こけるかもしれないあ、し、確かに確かに。だから適当で、それは。わかりました。はい。じゃあ、後ほど、後日、詳細の方を送らせていただきますんで。よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。よろしくです。すいません、リスナーさんも、配信中なのにお邪魔してしまいまして。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。失礼します。おお、これは面白くなったな。これは異色だな。なんと、ジェダイさん参戦決定です。ジェダイさん参戦決定。これは面白くなったな。これはすごいね。これはすごい。これはすごいな。面白いね。ジェダイと。ジェダイさんいいね。いいね、いいね。盛り上がってくるね。いいんじゃない？ミズニアは断られた。うん。はい、おはようございます、細田さん。できる応援、拡散で配信者団支えるだけ？ん？うん。よいしょ、おはようございます。いいんじゃない？そう、かき回してくれそうだから、キャラが被らないじゃん。今まで固定化メンバーだったけど、ジェダイさんはめちゃめちゃ盛り上がると思うよ。そう、イメージと違うじゃん。なんかちょっと、おっかない人みたいなイメージだけど、なんかね、いいじゃんね。これこそさ、どれさんモンスター側で出たら面白くない？ おー、サボちゃん、久しぶり、元気？ワード2。サボちゃん、おはよう。なんか久しぶりだよね。結構、今、いろいろ進んでるよ。うん。企画書の精度が上がると、ブッキング精度。いや、だんだんもう、ねえ、チャレンジャーの方何？ 1、2、3、4、5、6名でしょ？ズキティいいなぁ、ズキティいいなぁ。ねえ。いやー、結構面白くなってきたなぁ。うん。これ面白いよね。どうなるんだろう。捨て頃で一番最初に退場になったジェダイさん参戦。そう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 。っていうか唯一だよ。捨て頃で唯一出禁になった人だから。面白そうだよね、ジェダイさん。明らかにできますか？んー、いや、いや、別に公開でやってるから、ミズニアも放送で出ないって言って、ヨッサンもさっき出ないってなって、ドルさんとはさっき大喧嘩した。二度と付き合わねえよ、この野郎っつって大喧嘩して。パルバルは出ないって。パルバル、ね、出ないって。俺雑談配信者じゃないから別の企画で誘ってくださいって言われて。いや、これ面白いな。あれ？ジェダイの Y、ジェダイの Y がない。ジェダイさん。Y が抜けてる？ Y じゃない。I か。I が抜けてる。ジェダイ。ジェダイ。いや、面白くなってきて。あれ？ I 入ってるな。あれ？ I 抜けてる？大手配信者は深夜っちょ。うん。で、香川さんも、審査員の方か、その大手配信者の方か、ちょっと返事が来てないんですけど、香川さんも、まだ未確定、どっちで出るかわかんないですけど、プレイヤーの方か、審査員の方かわかんないですけど。そうそう、ジェダイだよね。いや、なんかね、バグが起きちゃってんだよね。こっちはね、アイ入ってるんだけど、なんだろう。
ちょっと待ってね。そうそう。カメオありがとう。ジェダイ、ジェダイの騎士のジェダイなのかな。ジェダイだい。入れたんだけどな。チケット発売についてはまだ先ですけど、確実に告知入れるんで、細田さん。確実に告知入れるんで、安心してください。ドレさんと仲直り？ドレさん出てくれんの？うん。いや、だってもう話煽ってくるんだもん、ドレさん。いや、話すよ。話すよ。あと一人でチーム確定。ちなみにアメリカ人出るの教えて誰？アメリカ人出るの教えて誰？決まったの。決まったの教えて。巨乳の綺麗な人？知的でトークスキルある？誰だろう？うん、ジェダイ、あ、オッケーだね、ジェダイ。アメリカ人チーム誰か教えて。アメリカ人チーム誰が来るんだろう。いや、ドレさん全然話すけど煽るんだもん、あの人。お、中西パン来た。ナイスナイス、やっぱ本気だな。オッケー、中西マン来たか。オッケー、よし。アメリカ人チームにどうなるんだろう。中西マン強いかんな。アメリカ人チームに中西マン、ありがとうございます。中西マン来たか。強いぞ中西マン。最強メンバー連れてくるって言ってたからね。中西マン、おー強いね。これは強いメンツ来たね。中西マン強いぞ。さすがだね。ジェダイは金杯に昔憧れて、今はすんごい怒りが溜まってるから金杯が決まれば面白くなると思う。ねえ、金杯さん審査員でお願いしようかな。これジェダイ VS どれとかクソ面白いけどね。ジェダイさん VS どれ、ねえ、審査員で出てもらいたいよね、金杯さんに。アメリカ人チーム強いよな。アキラッパ誘っちゃったけど、アキラッパ別にあれだよ、被ってる人誘ってもいいよ、荒野とか。あの、本人がいいって言うなら全然。うん、あと一人誰来るかね。和道さん審査員。ああ、まあ審査員に回ってもいいかもね。MC だけど一番、いや出るっつうか、いや全然わかんないけど、知らない。アメリカ人チーム強いね。ひどんないいじゃん、ひどんないいじゃん。あれ、アメリカ人の後反映されない、なんでだろう。あれ、なんでだ。中西マン、彼らは別々の方がうまみがある。あ、オッケーオッケー、その辺任せるよ、全然任せる。セブンさん出ると出ていただけるとしたら、俺は審査員がいいね。キャラ的に審査員がいいと思う。いやー、アメリカ人チームちょっと後半に持ってこう。中盤か後半の鳥ぐらいに持ってこう。中西マン結構やりそうな気がする。これ組み合わせも重要だな。巨乳の綺麗な人誰だろうな。うん、盛り上がるだろうね。女性陣が解放か、今のところ。
一応ね、ワンワンがね、MC やってくれるって話だったんだけど、よっさんの話が流れちゃったかな。そこもったいなかったよな。いい感じになってきたね。ブリタンとかもいいよね。俺としてはやっぱふわっち盛り上げたいけどね。出場者だいぶ決まりましたね。だいぶ決まってきましたね。で、今ね、リナネコがね、リナネコがどこで出るのかっていう話を、今日の夜するはずだったんだけど、連絡来なかったね、リナネコから。ふわっちいらないか。誰いるかな。出場者だいぶ決まってきたね。人任せなんかしてないよ。全員俺直接交渉してるよ。何言ってんの？パルちゃん何言ってんの？俺全員ブッキング決めてんの俺なんだけど。他人任せになんかしてないよ。やめて勝手なこと言うの。全然してないよ。誰がいいかな。誰にしようかな。ジョン万次郎さん、わかんねえな。誰行こうかな。女性だけのチームとか見てえな。なんか女の子チーム見たくない？3人女性みたいな。あきら、嘘？マジで？みんなの子電話してみようかな。いや、電話してみるわ、じゃあ。で、今電話できるってことだよね、ってことは。リナネコ、リナネコ、リナネコ。リナネコどこだ？あ、いた。出るかな？出ねえな。リナネコ出ないね。タマちゃんはちょっとジャンル違うんじゃないのかな。どうなんだろう。タマちゃんどうなんだろうね。全然出ていただけるんなら話したいけど。
トーク系ってどこなんだろうね。キャサリンさんありだよね。来年楽しみにしといて。え？来年？来年なんかあんの？なんでブロックされたの？何話したらブロックされたの？俺もう関わりたくないんだよね、あんま。なんかイライラしちゃうから、うん。別に普通に話せばいいのにさ、煽ってくんだよね。愛子さんは出ないって言ってたらしい。うん、愛子さんは出ないらしいね。大手チームの名前何にする？何がいいかな？なんかいいアイディアない？みんな。大手のチーム、大手って言うとさ、なんかもう変じゃん。なんかモンスターとか雑談マスターって、なんかいい名前ない？みんな。今募集してんだけど、企画の名前とその大手チーム5人のかっこいい名前決めたいんだけど、なんかないっすか？なんかアイディアちょうだい、かっこいい名前。なんかねえかな。お、1時間経ったんでごめんなさい。アイテムタイムさせてください。アイテムタイム忘れてた、ごめん。アイテムタイムさせてください。忘れてた。音楽2分間流すのでアイテムよろしくお願いします。よろしくです。5人の資格いいね。ベシャリモンスターズいいじゃん。ベシャリモンスターズいいね。ビッグとかいいね。大手5人まだ確定ではないっすよ。ベシャリモンスターズいいね。いいねいいね。アメリカ勢バーガープレゼントありがとう。ミリチンシュウさん、バーガー3個ありがとうございます。ありがとう。ビッグハンドいいね。ゴッドハンドみたいだね。シュウさん、ハートプレゼント3個ありがとうございます。ありがとう。いいな、ビッグハンドありのね。ベシャリモンスターズもいいね。ミリチンバーガープレゼントありがとう。シュウさん、風船100個ありがとうございます。ありがとう。最強スペシャリーズ、スペシャリーズ何がいいかな。ありがとうございます。花火ありがとうございます。なすびさん、花火ありがとう。頑張ります。花火ありがとうございます。頑張ります。しゃべくりアベンジャーズ、あーいいな。うーん、俺一番聞いたのあれかな、さっきのやつだね。南の国のアラジンさん、ありがとうございます。バーガー、ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。引き続き楽しんでいってください。どうしよっかな、ちょっと待ってね。いい案あったな。しゃべりモンスター、べしゃりモンスターズ。パフェ5個ありがとう。チエさん、風船5個ありがとうございます。何がいいかな、迷うな。おい、のんちゃんおはよう。バーガーありがとう。ミリチン、バーガープレゼントありがとうございます。
どうしよっかな。おはよう、バガありがとう。スペシャリアベンジャーズ最強スペシャリーズ、ビッグハンド、ビッグハンド、ビッグハンドいいな。ビッグハンド、なんか喋り系に絡めていきたいよな。喋り、何がいいかな。で、そうだ、みんなに言い忘れたんだけど、俺これ継続して企画やりたいと思ってんので、第2回があるとするならこういうのどうかな。みんなチャレンジャーいるじゃん、チャレンジャーの代表者が勝つとするじゃん、5連勝。イベント名まだ決まってないけど、しゃべごろっていいんじゃんって。あ、うん、べ、しゃべごろだっけな、べしゃ、なんだっけ、しゃべごろであってたっけ、しゃべごろいいよねって言ったけど、絶対どれ、あの便所さんに怒られるって話になってたんだよね。食べ頃はめちゃめちゃいいよねっつって、分かった、決まった、しゃべリストどうすか、しゃべリストどう、しゃべリストどうすか、べしゃリストにする、べしゃリストか、しゃべリスト、べしゃリストどう、べしゃリスト、べしゃリストは面白くない、べしゃリスト、しゃべリストか、ベシャリスト、どっちがいいかな。あ、5577さんいらっしゃい。寝れないんすよね、なんかワクワクしちゃって、どっちにしようかな。しゃべリスト、ベシャリスト、しゃべリストいいよね、しゃべリストでいこうかな。しゃべリスト、べしゃリストは、しゃべリスト、しゃべリストしっくりくるな。しゃべリスト、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 ベシャリスト、ベシャリスト、ベシャリスト、ベシャリストの方がいいかな。しゃべリストとベシャリスト、あとなんだっけ、ゴッドハンド、ゴッドハンド、ゴッドハンドと、なんだっけ、ゴッドハンド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 に、しゃべくりアベンジャーズ、ビッグハンド、あ、ゴッドハンドじゃない、ビッグハンドだ、ビッグハンド、ビッグハンド、ベシャリモンスターズ、ベシャ、ベシャリ、ベシャリモンスターズ、うん、やっちょリサイタル、うん、シャシャリスト、ペラリストいいね、ペラリストいいね、あ、ペラリストいいね、うまいね。ペラリストいいじゃん。
ペラリストめちゃめちゃいいね。ペラリスト良くない？え、普通にいいんだけど。ペラリスト、ん？ペラリストいいね。ペラリスト、ペラリストいいね。ペラリストいいね。なんか最初最強スペシャリーズいいね。ペラリストいいな。ペラリストいいな。うん、ペラリスト、次のペラリストってね、音楽乗せてやったらかっこいいよね。うん、闇リスト、うん、いいね。スペシャリストね。ペラリストはなんか、ペラリストはなんか可愛いし、いいな。なんかペラリストいいな。ペラリストを採用してもいいっすか？ペラリスト採用してもいいっすか？え、いただいてもいいっすか？5577さん。パルちゃんなんて読むのかわかんないな、これ。なんて読むのこれ。ペラリンピック、あ、ペラリストのペラリンピックどう？え、これどう？企画名がペラリンピックで、ペラリストどう？どう？ペラリンピックイベント名でペラリスト、これじゃない？どう？ペラリンピックペラリスト、え、これめちゃめちゃなんか良くない？ペラリンピック、なんか平和な感じもするし、あったかいし、なんかバトルギスギス感ないよね全然。え、それいただいてもいいですか？ペラリストとペラリンピック、シャフェリン暴走具いいね。なんかコンセプトにも近いしさ、どう？みんな、いや、なんかすげえいいな、ペラリストペラリンピック。あ、じゃあこれいただきます。ありがとうございます。ペラリストペラリンピックでいただきます。ありがとう。一気に2つ解決した。ペラリストのペラリンピック決定です。ブルって何？ペラリンピックブルって何？ブルだわって、あの専門用語つかないで分かんないから、ブルって何？うん、決まったね。ありがとうございます。すいません、なんかいいアイデアいただいて。あれ、え、何これ消えた？え、どういうこと？あれ？あれ？あれ？消えた？あれ？どこ行った？あれ？どこ行った？え？消えたんだけど。え？何これ？え？何これ？何これ？あ、そういうことか。びっくりした。消えたよ。ありがとうございます。ペラリンピックのペラリストでいきます。いや、いい名前ありがとう。いいね。パラリンピック、ペラリンピックで、おはようございます。ペラリンピックいいね。ペ
ラリンピック、ああいいね、和道か。ああペラリンピックになっちゃったな。でもね、あんまり自分の名前出さない方がいいかな。ありがとうね、すげえいいセンスじゃん、マーニーさん。でなんだっけ、ペラリンピックのなんつってたっけ、ペラリスト、ペラリスト、ペラリストね。いいねいいね、ペラリスト、ペラリスト、いいねいいね、できてきたね、ペラリンピック、うん、ペラリスト5名、うん、いいね。おはようございます、バタフライテール。あとは尺のもん、尺の計算とブッキングはまあここで書くことじゃないか。尺の計算とメモ課題ってじゃなくて、この辺消しちゃってだって決まってきたな、うん、雑談、あいいな、うまいね、雑談ダンジョンね、うん、っていうかごめんなさい、ちょっとなんかコメントラグってるかもしれないんで手挙げてください。5秒後に手挙げてください。5、4、3、2、1、手上げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、20、21、22、23、24、25、26、27、27秒、ちょっとラグいね、なんだろう、27秒、30秒近くラグってるわ。ちょっと原因わかんないんだけどごめんね、なんなんだろう、最短27秒、ラグいねちょっとね、うん、ありがとうございます。最短で27秒だった、なんだろうこれ、うん、なんだろう、まあしょうがない。なんかラグいね。
あとはトークテーマだな。トークテーマどうすっか。滑らない話。滑らない話ってさ、でもさ、なんかハードル上がるよね。滑らない話。あ、でもあった方がいいのか、ハードル高めも。カミングアウト許せない話。ちょっとエッチな話。失敗した話。切ない話。トリビアな話。どうしようかな。30分前からずっとカクカク？あ、じゃあ一旦更新します。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。